はいどうも、妖怪三国志国取りおず今回もやっていきます。今回はね、ハイスコアチャレンジ、桜オロチのね、ドロップをしていきたいなと思います。一応ね、前半戦はね26日木曜日まで、今回は今回もかな、上級後でドロップということで、上級後のドロップアイテムが雨吸収、これねいい変更だよね。周回が非常に楽になりますね。で前半戦と後半でできること、これもね以前と一緒かな。上級後はドロップ5個まで、上級後は、ドロップ10までだね。そして後半戦はね多分復刻極球で、まあ、予想としては大黒天と固定層かなと思ってます。ということで上級後長級後でねドロップしましょう。まあただドロップがね雨がね集めやすくなったので、以前はね前半は上級後で雨のために周回してたけど、今回長級後で周回すればいいんじゃないかなっていう感じになりそうだね。まあ改めてね、まあゲットした時にお話ししようかな。まあ助っ人スキルの兵糧ドロップ量がアップ、これいいよね。ということで、まあ、勲功アップにもなるんで、あの国取りでもねガンガン使っていきましょう。ということで後半に備えてはね、あとは容器を集めていきましょうね。ということでいつもの通りです。リボンがいるとドロップアップということですかね。はい、秘書手形も可能だし、そう宝珠ね、前後半合わせて200個の宝珠ゲットできるんで、参加するとねいいのでね。だから私はだいたい300個ぐらい使って200個もらえるから 100個赤字ぐらいな感じでやろうかなと思ってますね、イベントはね。ということで300宝珠ぐらい使うってことで、そのショップでねこの、あ今ミニとか売ってんだ、グモゴン S150宝珠、キャーって感じだね。30で買えるのいいね。30宝珠で100枚、なるほどね。というところは置いといて、あれいつも置いてあるのにな、ブースト。なんでこんな後ろにあるの。そうだからブースト、私ね300宝珠分ぐらいは買おうかなと。300宝珠分買ったらどんぐらいなの。20個買うと300宝珠分か。20個、そうだね、だいたいいつも20個かな、買ってるかな。はい、とりあえず5個ぐらい買ってやりたいと思います。まあ200宝珠ね、さっき言ったけどもらえるので、いいんじゃないかなと思います。これで超4凸できたらね、超5凸目指していきたいなと思ってます。そしてミッション報酬ね、春休みキャンペーンということで、この桜コインっていいよね。なんかあとなんかガシャも見たけど、これか、なんかいいよね。ガシャ中身はあれか、宝珠とかもらえるコインなんで、これねちょっと10連ぐらい貯まったらお見せしたいかなと思います。メビナニャン S、 オビナニャン S もねあるんでいいですね、これね。はい、ありがたい、いつもいろいろありがとうございますはい、ということで何だったっけな、あーそうハイスコアチャレンジやっていきましょう。その前にウィスパーのね、簡単な説明もちょっとおさらいでねまたお見せしたいと思います。上級後と上級後でだろうけどね、ボスの桜オロチは取り付くで味方を強化しつつ風属性の妖術を多く使います。いいね、使えるね。バトル後半で高威力の全体攻撃を使うのが特徴。なるほどね、まるでこれ厄介なやつだね。後半ってことは早めに倒しちゃえってことかな。早めに倒すのが吉です。相手の有利な取り付くを打ち消しつつ戦うデュイスということで、まあちょっとこの場所はね今後何回か動画で出すかもしれないんですが、これがね特徴なんだね。実は非属性ダメージを受けると少し行動不能、まああんまね今までのハイスコアチャレンジ見てるとこれあんま気にする必要ないかなっていう感じ。100万になる桜オロチもご紹介。あ、不思議なんだ、ニョロロンじゃない、ごめん。味方全体のサポートが得意、サポート妖怪ね、いいね。しかもこいつらはまた半年後ぐらいにね、復刻してくれる可能性も高いので、まあ雨妖怪っていうことを除けばね
いいんじゃないかな。味方全体の攻撃速度&揚力アップと攻撃妖怪の陽気ゲージアップ、いいねいいね、これはいいですね。ぜひ揚力が高い味方と一緒に転生と、うん、という感じでね、早めに倒せってウィスパーが言ってるんで、どうなんだろうね。まあただ今回不思議イベントということで、まあ優しいよね。前回勇ましいね、みんな小生鬼太郎育てたと思うんですけど、うん、それがね、活躍できるようにしてくれてるかなって感じはします。ね、刺さるからね、誰だっけ、桜オロチにね。ということで、まあとりあえず私はやります。まあちょっとね、今回はそうだな、上級さん、まあどうだろうな、桜オロチ、まあせっかくだから使いますか。桜オロチがあれだから、鬼太郎さんね、ランキング2位に入ってますからね、我々私のでルールとかね見ると、人気妖怪とかね、ね、こういうの出てくるんで、うまくね使ってくださいと。はい、じゃあとりあえず上級1まずいきましょう。一応上級1でもねドロップする可能性あるんで、やっていきたいと思います。さっきのブーストね使ってやっていきます。まあ最初だから特に問題はないけどね。で一応群マシンでとどめって書いてあったと思うので、あべ間違えた、あー間違えたこれだと小生のあれで打てそうだね。はい、2巡目、A ランク3体だね。うん、でバックベアードと、まあ装備持ってる人はね装備を必ず入れてやるようにしましょう。どんぐらいいけるかな、突破にゃん、もうちょっと、やべ、あー倒しちゃったかな、あー調整をして倒せばよかったけど、まあいいや。さあドロップなるかな、うん、なんなかったけど、はい、じゃあこれでゴールニャンじゃなくてロボニャン F 型ゲット、これで10凸かな、はい10凸になりました。ロボニャンもついにね、全然育ててないんだけど、はい、ちょっと召喚スキルはねボタン押し間違えということで、またこれは後でやっときましょう。さあ超級学はありましたということで、はい、じゃあ上級の方ねやって、上級後ねまた見せしたいと思います。はい、そしたらねハイスコアチャレンジね、この桜オロチはね、最後にね突るようなので、これだけね皆さん注意しましょう。最後にね超限界突破したらね、ゲットするといいですね。これいいね、フォローリツイートキャンペーン嬉しいね。これはちょっとあると回しちゃうんで後でやりたいと思います。ミッションも少しずつ桜の花びらね、増えてきましたね。ごめんなさい、桜の花びらは春のキャンペーンログインボーナスね、すごかったね、見たよね、これ明日からで合成できて、オビナニャンとか、うんうん、ひしもちね、うん、去年一昨年だっけ、うん、そしてまた小生確定コインもらえそうだね。そしてさっきの、桜コインが引けると、そして限定、そうだ限定ミッションね、これも小生コインもらえる、限定ビンゴ始まって経験値も、うん、でショップで安売りしてるよと、そして無料宝珠増量キャンペーン、なるほど、どういうこと？これか。なるほどね。はい。ということで、すいません。超級後ね、じゃあやっていきたいと思います。ラストね。で、今回さっきウィスパーが言った通り、いろいろ最後の方にしてくるって言ってるので、まあ、編成は特に、前回のね、
バックベアードは一応ポイントアップ妖怪として入れたりしてて、あとは基本的にね、良い取り付く打ち消し妖怪を選んで入れてます。絞り込みでね、打ち消しにしてると、まあ一応こんだけね、良い取り付く打ち消し妖怪がいるので、まあそこからね選んでやって、この前連チャンで出た小生草薙か 0.013% 出てくれた、うん、もう使ってもよしなんだけど、一応今回はねこのメンバーでいきたいと思います。まあ相手が不思議なんでね、勇まし豪傑中心かな。うん、まあ打ち消しがねとにかくいいんですよこのゲームは。まあ鬼太郎は違うけどね、鬼太郎はせっかく前回のイベントからということなんで、まあみんなの使ってるやつとかもね結構選べるんで、うん、まあうまくね見繕ってやっていきましょう。じゃあレッツいけるかな。あ、ごめんごめん、超級4じゃんこれ、超級5だよ。あ、超級 4? あ違う、俺のあれだ、俺の名前が超級4になってんだややこしいなよくないなこれ名前が悪いんだな。超級4と一緒でいいかなって感じです。はい、じゃあ行きましょう。ごめん、これでルールは最後召喚必殺技4回発動か、ちょっと難しいかもな。ブーストいきましょう。200宝珠ね今回のイベントもらえるので、200宝珠でやったりねしてる、結構してる人とかもいるかもね。自分は300使っていいぐらいかな、イベントは。だいたい打ち消しとね、こうカゴもねぶっ放せるんで非常にいいんですよね。さあこれで必殺1回使った、あと3回使えば金賞ですね。さあ2巡目に期待してるのは極生ハゲ、でもたまったのはおんぶ。 OK、 これで2回使った、あと2回使ってなんとか倒したいな、頼むぜ。さあ一応オロチはいろいろね良い取り、なんか良いじわじわ回復とかいろいろやってくるんだけど、その辺もね回避と守りアップも打ち消しちゃう。そしてそっからのリモコンゲタ、またもや打ち消しっていう感じで、一応必殺使えたね。さあドロップするかな、一発ドロップ。来ましたね一発ドロップ。ということで、桜のように美しい心、私と共に行かないか、桜オロチと仲間になったということで一発ゲットしました。一応ね前半戦を、この不思議は誰だろう。一応桜オロチね、まあ後で見ましょうか。はい、ということで容器もねゲットできました。スコアも更新です。まあ良い取り付くね打ち消しをうまく使って超級後周回していきましょう。でちなみにさっき飴がここでね、うん、全部出るようになったね、この宝箱ね。なんで周回がもうみんな超級後でやるって感じになったのかな。でゲットするとここの詳細のところでね出てくるので、まああとね上級5で4回、上級5で9回って感じで、うん、特徴限界突破の人もね容器を10個集めればいけるので、うん、容器をガンガン落として頑張っていきましょう。ゴコロチの容器を集めるほどにイベント妖怪を仲間にできる確率が 10% アップ、 1.10 倍。なんかちょっと表記が変わったかな。20個集めればちゃんとした表記になったね。うん、だから20個集めれば、確率が3倍ん 10% アップ。なんかよく分かんないな結局元のベースの数字が分かんないから、何パーが何パーなのかよく分かんないな。はい、ということで、じゃあ最後ね見て終わりにしましょうか。通常ミッションもね仲間にできたんで、どんどんもらっ
ていきましょう。この辺もねどんどん容器集めてこのイベントねうまく進めれるようにして、さっきも言ったけどこのオロチは最後にねイベントが終わったらとつって終了としましょう。なのでねハイスコチャレンジはね超限界突破しやすいんだよね。バックベアードはね記録からね金貨交換できるんで、これはまた忘れずにやりましょうね。はい、じゃあ最後見ていきましょう。まあ、今回小生ねみんなで鍛えた小生鬼太郎がねかなり活躍してくれるのが嬉しいよね。もう大活躍って感じですね。ということで小生じゃねえや桜おろしね必殺、風妖怪で氷が苦手、味方全体来たね。味方全体の攻撃速度アップ、自分のヒットポイント 50%、 これをどううまく使うかだな。なるほど、味方全体の揚力攻撃速度アップということで、まあ後衛のねメンバー連れてスコアタとかいいんじゃないのっていう感じで、これね攻撃力アップしたらかなりで、あと兵法ね兵糧のドロップ量アップということで、これもねプニキュービー持ってない人多かったんで、これもありがたいね。同盟内としてはねぶつかりダウンがあるから国取りで使えるし、非属性ダメージダウンがあるんだね。なるほどね、対孔明対リクソンにも強い悪い取り付き回避もありがたいな。ぶつかりダメージ 50% あるんだね。そして火に強いって感じで、まあうまく使いましょう。あ、そうだ、雨なんだよね、よく考えたら。そうそう、雨妖怪だからね、しっかりこのイベント中にね育てたいなと。どこまで来たな。一応ね魔王支援とかも育ててないから割とあるつもりなんだけど、まあないわな。はい、ということで雨なんでじっくりしっかり育てたいなと思います。一応困ったら最後ね S コンでいいと思います。結構10突ね落とすの大変だけどね、まあ今は必勝の手形が使えるので、なので必勝の手形も結構うまく使うとこうやってねもったいないかな。4個だったら絶対ドロップ、あ4個いけねえわ、3個だと15あるから3個だったら落ちんだろうなっていう感じで、あ落ちねえでやんの達成。まあこんな感じでね手形使ってもいけるので、まあ結構ドロップしづらくなったら最後手形作戦かなと私的には思っております。はい、じゃあ今回は桜ドロップでした。ちょっとねこのガシャはね明日やりたいと思います。どっちか明日やりたいと思います。群馬神の方ね睡眠楽しみですね。チケットこっちはね使ってないんであるんで、これは楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じかな。国取りじゃねえや、前回のねイベントのコインとかもね記録から交換してやりたいと思う。桜コインちょっと早く回したいかなと思いますね。はい、じゃあごめんなさい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね引き続き頑張って周回しましょう。鬼太郎使えるのがねとても嬉しいですね。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。そうだごめん、調整召喚がエンダーエンダー追加されたんね、これもねやっていきたいと思います。全体の揚力アップか、はい8045、いいっすね。エンダーエンダーさんぶつかりダウンもあるし超混乱反射、あらあらあら、いいじゃない。はい、ごめんなさい。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。